飯だ飯だ。今回いただくのは業務スーパーの四川担々麺の素です。3袋入りでまさに業スーって感じのラインナップですね。僕は箱で買います。まさに業務用じゃないですか。汁なしタイプだけど汁あり担々麺にもできるから今回は両方食べてみるよ。3食分入ってますからね。輸入品ではなく珍しく宮城県産ってことですね。担々麺を2食食べられるなんて夢のようです。もちろん火は分けますよ。胃が破裂するからね。基本担々麺は外れがないですからね。それゆえにカラオケ屋さんとかそういうお店でよく見かけますね。あんまり辛くないですけどね。最初は汁ありからですが、まず鍋に中身をぶちまけます。中身を全部出さないと死刑です。不器用なんだから勘弁しておくれよ。おおむねパッケージ写真と同じものが出てきましたね。画像はイメージです。そこから水を注いで一煮立ちさせます。そんなことはいいので早く食べさせてください。袋のまますすっててください。今回は同じく業務スーパーの冷凍ラーメンを使うよ。冷凍食品が何でも揃っているのはいいですよね。ついつい大量に買ってしまいますよね。そろそろいい感じですかね。そのまま麺を投入してほぐすよ。ラーメンだラーメンだ。うるさいな。解凍まで時間がかかりますな。ということで担々麺が完成したよ。ちなみにほうれん草も業務スーパー製です。ニラもほうれん草も凍ってるんだよな。しっかりマーラーで意外と辛みと濃厚なコクがあるので完成度が高い担々麺ですね。担々麺として食べても濃い味なので満足感が高いですし、安っぽさを感じない出来なのです。麺は中華麺というよりもちゃんぽん麺って感じですが、甘みのある太麺なので汁をよく吸ってちょうどいいですかね。ちょっと懐かしさを感じるよね。汁なし担々麺は温めたソースを湯切りした麺にかけるだけです。こちらの方がお手軽ではありますね。一滴残らず絞り出してください。ずんだにそれを求めるのが間違ってるんですよ。直接食べてるのでしっかり濃い味ですが、唐辛子の辛みとマーラーさが実にいいですね。汁ありの時よりもお酢の酸味が強調されてる感じで、ほのかに冷やし中華を感じる味わいだよね。コクがある割にはさっぱりしてて満足です。ということでごちそうさまだね。世界に飯がある限り僕たちは食べ続けるのです。よろしければチャンネル登録お願いします。ごちそうさまです。またね。